候補者がもう来ましたので、どん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 曲がります。これはあの陣痛庫、あの人が通るところなので。はい、打設の方。はい、ではコンクリートの、 あの基礎の立ち上がりが終わりまして、基礎の天板にですねレベラーというものを流していきます。でこれがそのレベラーというものですね、これが材料になります。で今回ですね、幅が15センチでこうレベラーを流す厚みですね、10ミリ1センチです。ということはこちらは、大体この1袋で10メートルぐらい流せるという形ですね。で今回この1袋に対して 6.5 リットルの水を入れて混ぜていくという形になります。ここ10リットルなんで1体に対して 6.5、 ここですね、ここにお水を合わせてこう混ぜて練っていきたいと思います。でこれもこういったしっかりとこれもちゃんと練らないといけなくて3分以上ですね、ミキサーを使ってしっかりと混ぜるという形になってます。では状態が良くなってきたのでこちらも今から混ぜて、レベラーを流していきたいと思います。じゃあ入れていきます。袋入れていきます。ダマにならないように攪拌機で念入りに今混ぜてます。今これでお水とバランスが取れた量が今入ってますんで、あとはしっかり3分間、3分間練っていきたいと思います。はい、このようにちょっと3分間、しっかりと、練っていきたいと練っていってます。今どん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 ダマがなくなってですね、今滑らかになっていってます。わかりますかね、もうほぼダマがなくなってきました。いやーなかなかです。あんまり上に上げすぎるとこういうの跳ねちゃいますんで、しっかりと押さえながらやっていくのがポイントです。はい、じゃあレベラーを流していきます。今回ですねこのポッチが出てるんですけども、この頭の高さまでどんどん流していきます。はい、このようにレベルが合っているところまで適切に流していきます。で一旦こちらで止めているような場所ですね。ここはこれはまさにもうお水のこの水平になる原理を利用したセントとなってます。どんどんなっていってますね。はい、こういう形で、作業をですね一旦こう今流す順序がありますんで、部分部分に垂れないように咳止めをしていきます。
ありましたね。綺麗に全部入ってます。うお、ぴったりですね。はいはい、じゃあこれでレベラー作業完了です。これで現場レベラー作業完了しました。はい、お疲れ様でした。基礎立ち上がり、編でした。やっぱあれですね、生コンの打折は打折ですけども、やっぱ基礎の立ち上がりというのは、こう土台、建物の土台とかをやるのにあたって、やっぱりだいぶ慎重に丁寧に、丁寧はもう全部か、精密にやってんだなっていうのがよく分かりました。でまた最後、あのレベラーっていうやつも引くと真っ平らに水平に出ますんで、あれで土台ももう水平に立つという形になっていきます。いやーすごいですね。はい、まあ、こういった形で、株式会社トビアではこの他にもですね、インスタグラム、フェイスブック、LINE でです、そして YouTube やっておりますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では次回また、片枠話ですとかありますんで、引き続きよろしくお願いします。それではまたね。